はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日の動画はですね、久々に栃木に行ってまいりまして、僕のね大好きなジラフさんが週末のみでね限定営業をしている混ぜそば油そば専門店ライオンさんというお店に伺ってまいりました。今回の動画は本編の後にねちょっとしたお店のお知らせなんかもございますので、ぜひねお時間がある方は最後まで見ていってください。ということで早速本編へどうぞ。よいしょ、いただきます。
そちら。お疲れ様です。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで本編の方いかがでしたでしょうか。今回いただいたライオンさんの油そば、いや、すごいうまかった。僕もね、以前一度だけこの油そば食べたことあるんですけれども、なんかさらにうまくなってるような気がした。もうめっちゃうまかった今回ね、茹で前 500g っていう普通のメニューの大サイズなんかよりも少しね、麺量多かったんですけれども、一瞬で食べきってしまいました。今回いただいたライオンさんなんですけれども、以前は不定期で開催していたりとか土曜日のみの営業だったんですけれども、つい先日ね、土曜日日曜日毎週11時から15時に営業することになりまして、今までね、週1の営業だったりとか不定期の営業だったりしていたので、なかなかね、難しくできませんでしたって方いらっしゃると思うんですけれども、これからはね、こう毎週営業していてだいぶ行きやすくなりましたので、気になっていた方はぜひ食べに行ってみてはいかがでしょうか。で、それとはね、またちょっと別のお知らせがございまして、ジラフさんの方でね、最近持ち帰りのメニューの販売が始まりました。僕の動画のコメント欄とかでもよくね、並びがすごいからなかなか食べに行けませんっていう方結構こういらっしゃったんですけど、今回ね、持ち帰り始まりましたんで気軽に買いに行けると思います。このメニューについてはね、基本毎日混ぜそばを販売してるみたいなんですけれども、不定期で台湾混ぜそばであったりとか味噌ラーメンなんか限定メニューも販売する場合があるそうです。これ情報に関してはジラフさんの公式ツイッターの方で都度発表しておりますので、気になる方はね、ジラフさんの公式アカウント、そちらもフォローしていただいて情報の方を確認してください。で、実はね、今回栃木のツアーに行って前にましたので、他にもね、食べたお店あります。ただ今回他のお店はね、動画を撮っていなくてですね、サブチャンの方で写真を使って食べに行ったお店の紹介なんかもしてますので、そちらもね、合わせてご覧ください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。